映写。映写、映写、プロジェクションとは、写真や映画をスクリーンに映すことである。特に、映画を映画館などで公に映すことを上映という。ここでは、映写を行うのに必要な映写装置と、それを扱う映写技師についても述べる。映写機はフィルムに現像された、静止画に光を当て、その等加工をレンズを用いて、スクリーンに映像として映し出す。 映画の場合には残像効果を利用して動き及びコンティニュイティ連続性の錯覚を引き起こす速さで断続的に映し出し動画として見せる。サイレント映画時代の映像は毎秒16フレーム16個まで行われていたが後にサウンドが加えられ現在は動きが滑らかで音質も優れた毎秒24フレーム24個まで行われている。 映写技師とは映写を行う技術者のことである。かつてはフィルムがニトロセルロースベースであったため非常に燃えやすく取り扱いには最新の注意を要した。そのために8ミリを除くサイズのフィルムの映写には国家資格や技術認定を受ける必要があったが、後に安全性の高いアセテートベースのフィルムが開発されたため現在はそれらの資格は不要である。ちなみに 現在は耐久性が向上したポリエステルベースのフィルが主流となっている。唯一8ミリフィルムだけが資格を必要としなかった。もともと家庭用で光原などの出力が低いこともあったが信頼度が高く簡便に扱える映写機の開発に尽力したメーカーの功績も大きい。比較的最近までは映画館の一つの映写室に一人の熟練した 映写技師を必要としていた。主な理由としては、フィーチャー映画がフィルムを巻き取って送り入る一本以上の長さで上映されるために、同調させた2台の映写機を用いて上映中の中断を避ける必要があったためである。しかし、今日では、ほとんどのシネマコンプレックスにおいて、ノンリワインドウ装置、工実が導入され、そのような必要はなくなった。また、自動化装置、 オートメーションシステムも導入され、ある程度の技術研修は必要であるが、アルバイトパートタイマーが映写スタッフとして、その業務を追っているところが多い。自動化装置は、フィルムに仕掛けられた信号によって、映画館の映像、音響と照明を場面に応じてコントロールし、映写技師の負担を軽減している。映写技師は主に以下の業務を行う。地方自治体では16ミリ映写機の貸し出しに、 操作資格を要求するところがほとんどで、各自治体では住民に資格付与のための講習会を行っている。資格を必要とする理由は、高価な映写機やフィルムの損傷を防止するためである。技術者資格は一度取れば、就寝有効で、転居しても転入先の役所に問い合わせて書き換えれば、良い。映写装置とは、映写を行うのに用いる機械のことである。基本的に、 映射器、光源、フィルム送り出し機構の3つの構成から成り立っている。一定速度で回転する低速スプロケットと1、4回転ずつ回る完結スプロケットの組み合わせで連続性を生み出し、フィルムに現像された静止画を動画として見せる装置。スクリーンへ映像を映すためのレンズがついており、映像フォーマットに合わせてこれを切り替える。また、 フィルムに記録されたサウンドトラックを読み取るリーダーもついている。近年では映画のデジタル化に伴い DLP という装置を用いた方式が徐々に採用され始めている。これについては DLP の項目を参照されたい。フィルムに当てる光を大出力のランプによって生み出す装置。現在はキセノンが封入されたキセノンランプが使用されている。 かなりの熱を発するため、排気、冷却装置が組み込まれたランプハウスの中にランプが設置されている。フィルムを巻き取っておき、順次映写機へと送り出す装置。大きく分けて、フィルムを巻き取ったリールを映写機にセットする全自動型とノンリワインドという装置にフィルムを巻き取る二つの式がある。ノンリワインド装置には、プラッタと呼ばれる円盤があり、 その上にフィルムを横倒しにして巻き取る。プラッタは複数あるため作品を複数載せることができ、一つの映写機で異なる作品を上映することが容易である。また、劇場と映写室の構成によっては、インターロックと呼ばれる機能を使用して、複数の映写機に一つのフィルムをセットし、同じ作品を開始時刻をずらして同時に上映することも可能となっている。公民館や、 学校の単育館、ショッピングセンターのホール、また一般家庭の室内といった簡易会場で映画を上映するため、映写機と抗原、トーキー対応映写機では、スピーカー駆動用のオーディオンプを一体化したポータブル映写機が存在した。16ミリ、8ミリのものがあった。光原は劇場用のものより低出力で16ミリでは、 当初劇場用と同様のキセノンランプ、流行当時はクセノンと言われたが使われた。8ミリでは家庭用が主体のため取り扱いの簡便なハロゲンランプが使われ、後に16ミリ用もハロゲンランプが主流となった。と言っても容積の割に高発熱であることには変わらず、冷却ファンが取り付けられているのが普通である。 やがて液晶プロジェクターと家庭用ビデオテープレコーダー、さらに DVD などのデジタルメディアにとって変わられ、1990年代に入るとポータブル映写機は急速に姿を消していった。後に大人の科学ネットが問い間隔の8ミリ映写機を発売するが、現在の技術では8ミリ映写機程度の光源であれば、高輝度 LED で代替可能で、 大電力を必要としないことから乾電池で動作可能になっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。